すすぐ上のお兄様で帰、ええ、帰ってこない帰っててここなないいほんじゃんね3日間はもう動けんでしょ焼けおるから駅の方も八丁目の方も火の海だからね動けんから3日はもうぶどう畑の下に親子4人がねずっとおってどこの人もみんな動いてなかったんですよでそれから行方不明になった人探そういうことになってみんな天で,でに収容所を。 訪ねては行きました。で弟2人置いといてお母さんと私とね2人が毎日いろんなの収容所を行ってみましたけどもう行ってもね女か男かもわからないうなりよるばっかりだしあの声かけても名前も余裕じゃないしもう助けてとか水ちょうだいとかいうような人ばっかりがもう足が入れられ見て歩けんぐらい。 人がもうね学校の行動とかあのちょっと広いようなね軒下とかにおってんじゃけん分からんのですよ。でも3日からずーっと毎日ね5日ぐらいはお母さんと2人がねで二之島いうところよりも船に乗って行きました収容所。ほじゃけどもう分からんのですよ全然。顔の,あの輪郭もない着とるもんもないね。 物も余ほでからいっぱいこの辺にあのやけどした傷にウジ虫がほうて肺が真っ黒けにたかってねまあそりゃほんと見苦しいかったほでももう探しに歩きましたほいけどそのある探しに歩く時にもう的場の方から稲荷町の方はね歩けんのんですよ暑くてほでまだ日がぼろぼろ燃えよるとこもあるしねそしてあの 防火水槽いうてからどこにも玄関にあせめんのコントなシしとって風呂窯みたいなのを水ね置いてそあの焼い弾が落ちたら消すのにやっとたそのそれがぐら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 煮えよる中でねどっぽり入ってね焼け死んどる人もいっぱいおっちゃったしそういう状態じゃけね歩かれんもう白島の方は歩かれんかったんですよ。この向こうずねが熱いのと足の裏のズックが焼けるでしょ。 水かけようもって水槽があるきをもって行ったらにえよるけかけられやせんしね。で今度は川へ入ってお母さんが足を濡らしゃいけ川へ降りてあの言うたらまたそこからりられんのもう人でもう人がみんなやけど体やけどした人がみんな川に入っとってんよしんどいから。で あの学徒動員があの平塚とか鶴見町の方へたくさん何百人いてあの家を疎開するの行ってたそれらがみんな川へ生えとるでしょうもう私らが靴を濡らしに降りるどうこうできんのですよ人の山で川がねほいじゃからまあこれはもう足も濡らされんわいうようなことでまあ我慢して歩こう我慢して歩こう言て探して歩いてねしましたけど全然もうよう探さんでした分からず。 でもう塩がね諦めよう言うて,って昼は一生懸命歩いと夜はそのぶどう畑に帰って寝てほれで寝よう言うてね夜中になったら兵隊さんが昼にいっぱい町の方からあの焼け跡からしだを集めてきたのを油かけて夜はそれを燃やしてのがもうあっちもとろとろこっちもとろとろ青い日がねすごい一焼き売っちゃったよ夜は。 こうじゃからああいうな中でも「はお兄さんも焼かれとるかも分からんね」言って母と話ししおりましたがね。もしかその時に初めて私あの弟らと言うたのは火の,の玉言うのも初めてそれ火の玉じゃったんじゃろう思うけどあのそのたくさんの人の山に燃やしおってでしょあっちもこっちも。そしたらねそっからね青いようなね玉のような火がねほら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 尻尾があるんかしらんようなんがね 行くくんんよ、よ。空に上がって行くんよでお母さんに「お母さんあれなんかねあの玉のような火が見えるよ」言ったら「あれはね死んだ人がみんな天国に行きよってんじゃけんあれな、身に惨んなん言うけん民産んなん言ってもまあそこら中に上がりよるよって見てでそれをよう聞いてみたらそれが火の人間のね魂でそれが天国に行きよっちゃったんじゃないかね」いうようなのが今聞いたのが頭にあるだけでね。 まあ、随分の一部焼きよっちゃったですよ夜はもうあのどう畑の辺の方でねあれはもうすぐかでほいでそれからもうね探しに行かんでしたどうせお兄さんも焼かれとるか分からんけもうどっかでしようがないね言ってほいで6日から3日してから探しに歩いて14日の日に。 おじゃから13日の夜お母さんがここでこうやっておっても食べることもできんしすこの家がぐちゃぐちゃにはめげとるんじゃけん雨あざわざ盛りですしねおじゃから姉がまた千代谷におるところへそっかいしとったところへ行こう言ってほいで13日の夜みんなで親子がそういう相談してほいで荷物を作ってご飯を炊いておむすびして14日の朝8時からその段原を出て。 ほいであの、千代田へね歩いて行こう言って段原から的場を通って白島を通って横川へ出て壁へ出てほいで一応朝町の鈴張いうとこで1泊させてもらってほいから翌朝また8時から歩いて暗坂いう。 あの山形郡の倉坂行って八重の向こうの方にねだから広島から言うたらね 18? 18キロ言っちゃったんかね20キロ言っちゃったんかぐらいをそのね弟の7歳はおむすびをいっぱいおうて私は着替えをおうってで母はどこかで野宿を背にゃいけんかったりけんから言うて毛布やらお布団やらねちょっとしたものをいっぱいおうって。 で次の弟と二人がおでけ水とお弁当をおうてで四人がねずーっと歩いてほいで蔵底行きましたほい15日に着いてやれ着いたいうんがお昼頃でしたよで姉がまあよう歩いてきたねようなことでそう言い寄ったらラジオで天皇陛下が戦争に負けました言われて。 ー戦争に負けたんはどうしよう言うてでも私が一番先にあの考えたのは「あーこれで戦争がない飛行機も来んよになるけお母さんは怖いことはないわ」言うて私が言ったんですがその時にラジオで天皇陛下のねあの声を聞いたのがねここの中残っておりますよ。うーん